はい、こんばんは。エアレボリューション、こんばんもお届けして、いきます。政治学者の白井聡です。本日はですね、森元帥さんこと、森元直さん、をお招きしまして、この本を死なないための暴力論というのをですね、出された著者でありますけれども、暴力ということをテーマにして、今日はお話を、進めていきたいとこういうふうに思っております。暴力って言うと、まあ、何やらこう、おどろおどろしく聞こえるかもしれませんけれども、まあ、実際それは確かにおどろおどろしいものなんですが、まあ、でもこれについてやっぱりちょっと考えないわけにいかないだろうという、今そういうような歴史的局面にいるように思います。まず非常にまあ大きなところで言えばですね、パレスチナとイスラエルの、その衝突っていうのが非常に大きくなって、さらにそれが中東でさらに大きな戦果を招くのではないかということが非常に危惧されていますし、もちろんウクライナとロシアの戦争っていうのもこのまた、まだまだ続いていると、そういう状況であります。で、そうした中で、つい最近でありますけれども、大統領候補であり前大統領であるところのアメリカのドナルド・トランプ氏が、演説中にこれ撃たれる、まあ、本当に間一髪、運よく弾をかわして、ということで結果的に命に別状はなかったわけでありますけれども、まあ、大はそういう、こうまさに戦争、小はですね、そういう形で、その政治家に対するですね、暴力というものがですね、もう本当直接的な暴力がですね、出てきていると。そしてさらに、これはもうある種、引き続いているものとして見るべきなんじゃないかと思いますけれども、最近、日本でもですね、選挙があるたびに、かなり緊迫した空気が出てきているように思えます。例の東京15区補選のですね、における翼の党の人たち、活動家たち、まあ、こちらがですね、まあ、結局今警察に逮捕されているというそういう状態になってますけれども、やはりこれは今の議会制民主主義に対する在り方っていうのがかなり、暴力的な形で噴出しているというふうにも見ることができるようかと思います。で、それから選挙戦の最中にですね、政治家が身の危険を覚えるというようなですね、事象というのがポツ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 この数年の選挙の間で出てきております。つまり暴力が爆発しかねないっていう状況、空気っていうのが日本社会にも蔓延してきているように思われます。まあ、あるいはもちろん、2年前のですね、安倍晋三さんの、が撃たれて、死亡するということもその中には、まあ、暴力的事件の一つとしてですね、当然あったわけであります。で、そういう中で、まあ、暴力って怖いよねとか、暴力っていけないよね、よろしくないですよねっていうのは、まあ、実に簡単なことであり、まあ、常識なんですけれども、しかしながら暴力って現実に発生してしまうわけなんですよね。ということは、これはだからまあよろしくないよねっていうふうに片付けて、済む問題ではないと。だからそのもちろんまあ不愉快なものであったとしても、まあ、だからこそですね、これをよくよく考えなければならないと。で、実はまあ歴史的に見てですね、思想史的に言うと、その暴力に対する、かなり根源的な考察をした思想家っていうのは、いろいろといるわけです。例えばジョルジュ・ソレルでありますとか、バルター・ベンヤミンでありますとか、まあ、フランツ・ファノンであったりとかですね。で、そういったその暴力論の系譜みたいなものも森さんはこの著書の中で、触れています。だけども単にこの本はですね、思想史的にその暴力ってどういうふうに論じられてきたかねっていうことを言うだけじゃなくてですね、そこからヒントを得つつ、そのよりですね、繊細な考察に向かっているなというふうに私は感じました。で、まあ、じゃあその繊細な考察っていうのはどういう
ものなのかってことはこれからですねご本人に存分に語っていただきたいなと思いますが、それにしてもどうもこの日本という社会はですね、戦後日本という社会は暴力に関して考察することというのをついつい判断停止しがちな社会なんじゃないかなと思います。でそれはなぜかというに、やはりこれは敗戦ということが大きいわけですけれども、敗戦があってそして新憲法ができてですね、それでそこでまあ戦争放棄っていうことが歌われた、まあ、よく平和憲法って言いますけれども、で平和主義を国是としたっていうふうによく言われますが、これは厳密には間違いでありまして、別に平和主義戦争よりも平和の方を好みますっていうのは別にどこの国だって、そう言ってるわけで、いやうちらはね平和なんて全然重視しないんで、もうやるときはいつでもやるんだみたいなことをですね堂々と言う国なんてどこにもないわけです。怖いです。どこの国だって平和主義です。だから、日本のその戦後憲法のやっぱ特異性っていうのは、その組織された人間の世界で組織された暴力の最高形態であるその戦争いうものを、その手段たる軍隊をはじめとして完全に放棄するっていうことをまあ宣言しているわけなんですよね。でもちろんそれが現実と合ってないじゃないかっていうようなまあ批判は今たくさんあるんですけれども、それはともかくとしてですね、とにかく暴力というものはいけないのだっていう価値観というのが社会に非常に強く深く根ざしたっていう効果は確かにあっただろうと思うんです。だけどこれは私はある意味もちろん両義的なんじゃないかなっていう気が最近しています。それはもちろんその暴力に対して抑制的であるということは当然必要なことであり、すぐに暴力を振るっていうのはですね大変良くないことなんでありますけれども、しかしこの社会においてですね、仮に自分が何にも暴力を振るわなくても、実は暴力に満ちた社会に我々は現に生きている、生きているだけで実は間接的に暴力を振るっている、これはまあ構造的暴力っていうふうにまあ学問的には呼んだりするんですけれども、そういう中で私たちはその望まなくてもですね、暴力のある社会の中に生きていることは間違いないわけなんです。だからその暴力に対する危機感っていうのが、こう暴力に対して考察を深めるっていうことをもうこう阻害してしまってるような面っていうのがあるんじゃないのかなっていうことをまあたまに考えたりもします。今日はそういう意味でまあ多面的にですね、また深く暴力について議論ができればなというふうに思っております。どうもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。司会は城横溝です。毎回のご案内になりますが、6月にですねニコ生の方がサイバー攻撃でサーバーダウンを行ってなっておりまして、この6月7月はですね番組の YouTube チャンネルで配信しております。今日も YouTube チャンネルにたどり着いて見ていただいていると思いますが、前半は無料で見ていただけてるんですが、後半の方はメンバーシップになっていただきますと見ていただけます。ぜひともですね今日のこの暴力に関する多面的で深い議論、最後までお付き合いいただけたら幸いです。そして現在はですね X の方のライブ配信でも見ていただいている方多いと思いますが、こちらの方も前半の無料パートのみの配信となります。ぜひともですね後半引き続きご覧になりたい方は YouTube のメンバーシップの方でご覧ください。メンバーシップのなり方なんですが、 YouTube のチャンネルの下の方にメンバーになるという黒いバーが出ていると思います。そちらの方をクリックしていただきますと、2つ金額の方が選べます。スタンダードプランと応援プランとありますが、スタンダードプランの方で構いません。登録していただきますと今月の配信は全て無料で見ていただけます。でニコ生なんですが8月から通常に戻るという予定なんですけども、この YouTube での同時配信は8月以降も続けていただけますので、今後ニコ生よりも YouTube の方が見やすいという方はこのままメンバーシップ登録を続けてください。ちなみに6月と7月に関してはニコ生のチャンネル会員登録している方はお金の方が戻ってきますので、今月 YouTube でご覧になっていただきましても20ドルにはなりません。ご安心ください。さあ、出演者の皆さん紹介していきましょう。レギュラー出演陣もう一方は作家の島田雅彦さんです。こんばんは、よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。汗びっしょりかいて今日入ってらっしゃいましたけど、もうアイスクリームみたいに溶けちゃいそう溶けちゃいそうですけどはい、暴力論ということで、はい、なかなか刺激的なテーマでございます。はい、どんな感じでございますか？一応表面的には、はい、
平和主義で非暴力で暮らしてきましたけれどもね、はい、まあ、ただ暴力といっても、まあ、もちろんその国家とか権力側からの暴力っていうのがあるわけで、その危険に絶えず私たちはさらされてるっていう前提っていうのはですね、これ崩しようがないわけで、だからむしろその暴力装置としての国家がですね、その暴力を放棄してくれるんだったら私たちは喜んで暴力を放棄するっていうことになるんですが、やっぱり不当な暴力を受ける危険っていうのはあるわけで、そこでやっぱり正当防衛と、いう権利っていうのは、まあ、失っちゃいけないとは思っておりますけれどもね、はい、まあ、でもね、さっき白井さんが口上で言ってくれましたけど、まあ、大麻じゃないですけどね、ダメ絶対ダメというふうに、まあ、戦後暴力についても言われてきたので、まあ、ある意味その我々暴力に関して思考停止になってしまっているので、上からの暴力に関しても文句が言えないというか、そこに関しても鈍感になってしまっているというところは、はい、非常にこう感じるわけでございますけども、まあ、その辺も今日のゲストが鋭く突っ込んでいただくと思います。さあ今夜のゲストです。哲学者の森本直さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。プロフィール画像の方出ますでしょうか。はい、森先生でございますけども、1983年のお生まれでございますか。はい、若いゲストでございますけど、今日も会場に入ってくるときにビールを片手でいい感じで飲んでましたけど、お酒飲みながら今日もう帰っていいですか。ダメですなんでですか。せっかく新刊出たんですからプロモーションしてってくださいよろしくお願いします。大森は東京なんですね。長崎の大学に勤務っていうのは何か経緯があったんですか。口が滑りそうです。ああ、まあ、普通に就活をして、もう長崎大学に決まった。はい、専攻が哲学そして思想史ということになりますけども、著書もたくさんございまして、最近も今年に入ってからももうすでに2冊新刊が出ているという感じでございますが、ちなみに今回のテキストのこの死なないための暴力論というのは売れ行きはいかがでしょう。その編集者に聞いたんですけど、はい、教えてくれません教えてくれない売れてないんでしょうね。いや、もうぜひともね、もう読んでいただきたいなと思うんですけども、ちょっとじゃあせっかくなんで読んだ感想を一言ずついただいて、告知系がございまして、その告知の話をしてからいよいよ本論に入っていこうと思うんですけど、島田さん読んでいただいた感想、この森先生の死なないための暴力、まあ、まさにその自己防衛のために、はい、暴力っていうのはどのように行使あるいは権利として維持すべきかという考察につながっていくと思うんですけれども、はい、これ前兆になりますかね。こっちが最新。あ、こっちが最新。ただ生きるアナキズムが、はい、最新。ただ生きるアナキズムの方も、まあ、かなり音楽とか文学とか、はい、多方面にわたる、まあ、コラムが集まっている本ではあるんですけれども、もう前書きにもうちょっと森先生のですね、そのスタンスっていうのが一種のマニフェストというような形で歌われていて、で、まあ、その中で、はい、確かに歴史的にはマハトマ・ガンジーであるとかね、あるいはキング牧師であるとか、まあ、基本方針としては非暴力ということを訴えているけれども、果たして完全な非暴力で彼らの権利獲得運動は成功しただろうかという問いかけがあって、これ非常に重く受け止めるべき点かなとも思いますね。まあ、ご公ご民となったら、これは一揆は避けられない的なことはね、江戸時代からずっと言われてきている。まあ、実質今ご公ご民になっている中で、まさにその一揆とか打ち壊しっていうのは江戸時代だったら起きてるなきゃおかしいという考え方もできるわけでね、まあ、必ずしもその打ち壊しとかやるっていうことだけをね意味するんじゃなくて、まあ路上に出てプロテストの声を上げるとかっていうことも一揆の中に含まれてるわけだけど、果たして今後私たちは正しい暴力といいますか、抵抗のためのアクションっていうものを、うん、どのように起こすことができるのかっていうその考察の糸口を与えてくれる本でしたね。うん、なるほど。白井さんいかがですか。はい、はい、
そうですね、先ほど繊細な考察って、言いましたけれども、まずそれが第一ですね。そしてまあ第二に、なんというかな、書き手としての森さん の, あの魅力っていうのがですね、よく分かりました、うんうん、でじゃあその魅力ってどこにあるかと、まあ森さんってまあ基本アナキストなんですよ。そうですね、はい、でね、僕も実際アナキスト系の友人っていうのはたくさんいますけれども、で彼らとてもいいやつらが多いんですね、まあ、だから僕も友人でいるんだけれども、でいいやつらなんだけれども、ただ同時にね、アナキストを名乗る人の多くに独特のある種の、なんというかな、これ後書きでもねこう書いてるんですけど、どうもいろんなアナキズムがあるのに、最近日本ではこうアナキズムっていうとなんかゆるふわな感じのアナキズムがアナキズムだと思われていると、でそういうのは良くないんじゃないかっていうことをおっしゃってる。でこのゆるふわ感ともつながるんですけれども、まあある種ね、やっぱりなんとなく無責任な人が多いんですよ。そうか、なるほど。した言い方をするとね、はいはい、いいやつらなんだけど、で森さんはね、常にそういう方向へ引っ張られる自分もいつつ、いわゆるこのクソな世の中で、ある種僕らは社会生活をする中で、お前は責任感を持てとかね、責任あるだろうとか、そうやって追い詰められながら僕らは生きてるわけですよ。で、はいはい、で森さんはアナキストを名乗りながら、なんとかしてそこから逃げないでいようっていう、そういうずっとね、ある種の逡巡を抱えながらものを考え、そして書いてるんだなっていうのが僕はすごく感じて、そこが僕は森さんの、ね、書き手としての最大の魅力なんじゃないかなっていう気がしましたね。まあ、自由に生きるっていうのが、まあ、アナーキズムの一つの目標なわけで、まあ、そこからどうしてもちょっと無責任っていう方向に、うん、走ってしまう人もまあいるかもしれないけれども、まあ、逆に森先生の場合はね、まあ、自由に生きるっていうそのテーマを責任持って引き受けようとしているっていう、うん、なるほど、まあ、そういうところがあって、まあ、本当に小学生の時は自由だったなとか、だんだんこの自由の、奪われていく歴史っていうのを、ティーネイジャーの頃から誰もが個人的に辿っていくとも言えるわけで、そんな時にも一回ちょっと手放してしまいがちなこの自由っていうのをいかに取り戻すことができるのかっていう考察としても読めるところがいいんですね。なるほど、うん、まあ、両親の感想聞いていて、森先生いかがでございますか。こんな褒められていない。もう褒められ慣れてないんだ。いやもうだから、もう国立大学でアナキストっていう時点で、まあもう誤義無常なので。まあ、確かにそうですよね。確かに。確かに国家の、まあ、いわゆるそうで、本当にそうですよね。国家機関です。国家機関の中にアナキストがいるっていう。もう奴隷のように働かされる。まあでも一応なんかまあこれは後付けですけど。一応アナキストたるも泥棒をしなければならないと。ああ一応まあ税金を泥棒して、はいはいはい、一応生活最低、本当最低限ですけど生活ができるぐらいの際泥棒して、まあ、暮らすと、うん、いうので自分をエンパワーしてます。実は森先生の出演が発表になった時に、うん、この番組はアナキストの巣窟かというコメントが、まあ、栗原さんがね、うん、2回出てますんで、うん、まあ、それでそういうふうに思ったのかもしれませんが、栗原さんとはまあ、お友達というか、はい、アナキスト仲間仲いいです、はい、ということがございますけど、はい、何かございますか、栗原さんに関して。え、見てる見てくれてるのかな、分かんない、どうなんだろう、絶対見てな、そのな、うん、寝てるかもしれないです、ね、もう寝てるんですか、あの人。前半はタダだから見る。いや、その可能性がお金が払えない、お金が払えないってい いうのはありますけども、さあ今日はこのメンバーで多面的にそして深く暴力論について語っていこうと思いますが、本番に入る前に、毎回の最近は告知になっておりますが、いよいよですね、ロンダンフェスの開催が近づいております、資料を出していただいてよろしいでしょうか。8月の3日4日伊豆で行われます、トークフェスです、独立系メディアが12、そして、プラスですね、スペシャルゲストの言論人が集結しまして行われるトークフェスティバル、現地チケットと配信チケットがあります。現地の方が最寄り駅が伊豆長岡です。全部でですね30のトークセッション、約30かな、トークセッションが行われます。この日限りの、座組というのもありますので、ぜひとも皆さんチェックしていただきたいんですけど、次の画像出ますでしょうか。はい、スペシャルゲスト、
を含めてのメンバー、メディアか、メディアですね、こちらそうですね、12のメディアはこのアークタイムズから始まりまして、ワンまで12の独立メディアの参加が決まっております。それぞれのメディアが、スペシャルショーケースもやってくれますが、それだけではなくて、このメディアにいらっしゃる方、プラススペシャルゲストをシャッフルしてのトークもございますので、楽しみにしてください。スペシャルゲストを含めての集結するメンバー、まだ全員ここには載っていないんですが、こんな人たちが発表になっております。はい、スペシャルゲストが田原総一郎さん、上野千鶴子さん、そして斉藤光平さん、それ以外小さな文字で書かれているのがさっき発表になっております、12のメディアのレギュラー出演陣ということになります。この人たちがスペシャルな座組で約30のトークセッションを行います。さあ、そしてですね、我々エアレボチームももちろん参加するんですが、こちらの方はサムネが出ますでしょうか。まずエアレボチームとしてのショーケースなんですが、2日目8月4日になります。あ、これ多分時間合ってるか、合ってますか、大丈夫ですか。はい、14時半からのから15時半、1時間でエアレボのスペシャルショーケース、これちょっとゲストを呼ぼうか呼ぶまいかという話をこれからしようかなと思ってますので、どんな内容になるか楽しみにしてください。そして島田さんと白井さんはですね、この日、そのミックスのね、トークの方にも参加いたします。まずはこんなトークに参加でございますが、はい、戦後79年を考えるということで、白井さんは高瀬さんと辻田さんと組んでの、スペシャルトークあります。プラスですね、もう一人実は、ここの座組に参加の予定がございますので、楽しみにしてください。こちらが8月4日11時15分から12時15分になります。そして島田さんの方はこちらのトークセッションに参加が決まっております。はい、これがまた刺激的なタイトルでございまして、どうして私たちは炎上するのか。憂鬱だな、憂鬱だな。メンバーがすごいですね。津田さん、望月さん、下田さん、自虐的な。でも炎上で言えばやっぱ津田さんがこの中では、まあ、一番燃えましたから、ね、炎上キングだな。炎上、炎上、そうですね、ちょっと格の違いを見せつけて、格の違いがありますね。げっそり痩せましたから。本人炎上ダイエットって、炎上ダイエット、ダイエットとかできるんだ、まあ、できるっていうふうに言っておりましたんで、もうほとんどですね、タイムテーブルの方も更新が今進んでおりますので、よかったらロンダンフェスのタイムテーブルチェックしてください。まあ、現地に行くとね、当たり前ですけど全てのセッションをリアルタイムで見れないんですけど、それがゆえに現地チケットの方は配信チケットがついておりまして、だいたい約3ヶ月間はアーカイブ残しますので、見れなかったステージに関しては、後日配信でゆっくりご覧いただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、ゲストは蓮舫氏とか来ておりますけど、はい、まあ、あのまだまだ発表になってないゲストもおりますので、続きの発表も含めまして、こちらロンダンフェスのホームページチェックしてください。よろしくお願いいたします。さあ、それではお待たせいたしました、ボールグロン森先生とともに入っていこうと思うんですが、まあ、今回ね、ボールグロンという、まあ、その暴力というところに注目しての著書だったんですけど、これ書いたなんかきっかけ理由みたいっていうのは森先生の中では、きっかけ理由はもうすごい、もう正直に言うと、もう編集者から依頼があったんですよ。で、その編集者の方が、まあ、この間の、まあ、安倍晋三氏の銃撃事件だったりとかに、まあ、いろいろ考えるところがあって、でそれについて、アナキズムの立場からどんな形で言えるのかなっていうので、うん、まあ、依頼が来て、で、まあ、まあ、そういうのもめくばせというか、そういうのもまあ念頭に置きながら、はい、まあ、この間自分が、まあ、ある種考えてきたというか、だったり、まあ、もちろん先達もいるので、うんうん、その、まあ、もちろん友人の栗原さんも現代暴力論という本を出していたりとか、はい、酒井隆さんという方が暴力の哲学という本を書いていたりしていて、はい、まあ、そこから、まあ、まあ、学んでいったりとかっていうこともあったり、あとあるいは、まあ、自分がフランスに行ったりしてた時の、まあ、デモのあり方とかっていうのが、まあ、すごい刺激を受けていて、はいはい、まあ、十把人柄に全部あの暴力って語られているものは、まあ、いろんなレイヤーがあるでしょうっていうのがあって、まあ、それを、まあ、まずは日本語の言説だと、まあ、もちろんかつては結構それなりにあったんですけども、最近あんまりないかもなっていうので、まあ、もう
回、まあ、自分で良ければですけど、まあ、整理をしてもう一回提示してみるっていうことは重要かなと、まあ、同時にまあ自分が書けることっていうので、まあ、今同時代にあるまあ、ある種のアナーキズム的な、その、さっき言った意味での、まあ、いろんな意味での、まあ、暴力があるんですけど、その暴力を使って、まあ、語っている、あるいは実践をしている、あるいは自治を作っているとかっていうものも紹介しながら、まあ、書けたらいいなと思って、まあ、書いたのが、まあ、この本になります。なるほどですね。まあ、安倍銃撃事件が、まあ、一つその編集者がきっとこの本を作りたいという大きなモチベーションにもなったということで、まあ、2022年の7月8日ですからもう2年が経ったわけですけども、まあ、ここに関しては後ほどゆっくり考察を3人に加えていただこうかなというふうには思っております。あのなんで、まあ、日本の、ね、その暴力論というところでいうと冒頭白井さんがご指摘してたと思うんですけど、まあ、ほとんどその語られることがないというか思考停止のような感じになって、まあ、なってますし、今の森先生の言葉を借りればなんかレイヤーもほとんどなく一緒くたんに語られてしまっている。この背景、さっきもしかしたらその九条というか戦後の憲法も色濃く影響してるんじゃないかということをおっしゃってたんですけど、森先生はどんなふうに？いや、なんか白井大先生に大先生来ましたご指摘いただいて、はい、本当になんかそうなんじゃないかなっていうのもやっぱ思いますよね。で要するに今例えばじゃあ今私今長崎にいるんですけども、はい、平和なんですね、うん、全然平和じゃないんですよ、ね、本当にもう未だにまだすごいヤンキーがもうバイクバン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 って言ってるし、まあ、広島に立ってもそうだし、まあ、それが暴力かどうかってもちょっと別の話ですけど、だからそれも含めて何をもって平和なのか何をもって平和じゃないのかっていうこともなんか全然話がなくなっちゃっていて、でそれとそのパラレルな仕方でおそらく暴力っていうものもなんかそうなんじゃないかなっていう思っていて、っていうのがその暴力って誰が名指すのかとかどこからの暴力なのかって全然やっぱ変わってくるじゃないですか。でそのフランスとかに、まあ、ヨーロッパにいた時にいろんな、まあ、デモとかに、まあ、見に行ったりとか、参加したりとかしていくと、もちろんメディア側の中でも保守的なメディアとか右派的なメディアとかは、暴動だとか言うけど、一方でこっち側、左派的な人たちとかインサレクションだとか、はい、いう仕方でそれを肯定的に語るっていう、それ全然もう一つの出来事をどう語るかで全然変わってきちゃうなっていう、でそれはもう少し整理してみてもいいのかなっていうのが、まあ、元々あって、うん、でこの間その先ほどおっしゃっていたようにそのパレスチナだったり、まあ、ウクライナだったりとかで、じゃあなんならその反国家主義者のアナキストですら、ウクライナでも逃走していたりとか、パレスチナでも逃走してるんですよ、もちろんその理由はいろいろあるんですけども、だし、もっと言えば、まあ、この本にもちょろっと書いたことですけど、じゃあ、子供パレスチナで戦車がガンガン人を殺してる、あるいはクルディスタンでトルコ軍がガンガン人を殺してるっていう時に子供がムカつくなって言って石を投げる、それも暴力なんですよと、まあ、もちろん暴力には違いないんですけども、まあ、全部同じじゃないよねっていう、それをもう少し整理して、まあ、パースペクティブによって変わるし、ある程度は、まあ、肯定せざるを得ない、もちろん自分とて暴力は嫌ですよ、嫌だし、だけどまあ前提として、まあ、一応まあ哲学の研究者なので哲学の議論を掘ってみるとみんな暴力を震えるんですよ、実は、一応ボクシングやってたんですけど、あ、そうなんですね、なんでグローブつけるかっていうと、グローブないと人殺せちゃうんですよ、人の素手ってこれ別に男女関係ないんですよ、この素手っていうのは人を殺せるんですよね、だからみんな持ってる、みんな人を殺せるんですよ、だけど、ね、普段我々はそんな暴力に振るわないし、そこでだからその暴力をどうやって振るってないのかとか、そういったことも含めて、でどういう時に発露するのか、でそれはどっからなのか、それをもう少しちゃんと見ないと、なんかもう全部暴力ダメですよ、全部平和ですよ、そういう風になっちゃうのはなんかおかしいなで、えいって書いて売れてないんです売っていきましょう今日、はい、えいって書いて売れてない、売れてない、正直な、いや、わかんないです、売れてるのかな、わかんない、教えてこないから、少なくとも今日まだ読んでない方はぜひとも、リンク出ると思いますんで、ぼちっと読んでいただいたらそこは絶対後悔しないと思いますけど、最後の言葉も私も使いたくなる時あるよね、なんですか、えいと書いたのに売れないこれまでも 今のね、そのまあ結局暴力ってレイヤーがあるし、当たり前ですけど誰が振るう暴力、主語によっても暴力の意味って
変わってくるわけですけど、その辺が全くやっぱり日本で考察をされてきてない。島田さんはその今の日本のそういう状況ってどうですか？そうですね、まずその、まあ、安倍首相が撃たれてばもう2年も経つ、はい、まあ、その後に、まあ、岸田首相も襲われてますけれども、まずはその安倍襲撃事件のね、まあ、容疑者の裁判が一向に始まっていないっていう状態で、あれは今どういう状態になってるのかっていう、まあ、ほとんどなんか放置っていうか、まあ、それについて の議論そのものすらも何かなされていないっていうことも、まあ、もちろんありますし、まあ、あと日本に住んでいる時にやっぱり特に沖縄あたりの、に住んでる人たちっていうのは、まあ、その米軍のですねによる、まあ、暴力、まあ、当然だそれを起訴したかったりすると、まあ、性暴力なんか日常的に行われてるなんて言ったらもう安心して済ませんからね、まあ、せめてその日米地位協定はあるかもしれないけれども、その中でできうることっていうかね、あるいはまずはその県に住んでる沖縄県に住んでる人に告知をするとか、こういう事件があったことを報告するとか、まあいろいろ実際にあったことを知る権利もあるし、まあ、その犯人を、まあ、起訴するとかっていうことも含めてしっかり対応すべきところだが、これまたその事実そのものを隠蔽してしまってしまうし、まあ、そこで反対の世論が湧き上がることそのものをですね、あらかじめ防ごうとしている、まあ、つまりは、まあ、それ含めて、暴力について議論すら起こさないように誘導されている気が、まあ、どうしてもしてしまうということはありますね。志田さんいかがですか？うん、先ほどねその暴力に関する、その、まあ、考察ってものがなくなっちゃったとでいう、まあ、そのなぜなんだろうねって考えていった時に、まあ、一つは憲法ってことがあるかもしれないね、戦後憲法体制ってのがあるかもしれないねって言いましたけれども、でもそれだけじゃ全然説明しきれないっていうか、多分それよりももっと強い要因というのはあってですね、おそらくそれは前熊代さん呼んで自己家畜化の話なんかしてもらいましたけれども、自己家畜化みたいな傾向ともすごく関係してるんじゃないかなと思うんですよね。例えばですね、先ほど森さん言われたように諸外国ではですね、まあデモとかあったら、まあそれがちょっと暴動的なところにはみ出すというかね、そうなるのは別にまあ当たり前のことなんですよね、うんうん、でだけどそれ日本でもしそうなったらどうなるか、今の日本で それを行うことになったらどうなるかと、とんでもないことになります。ものすごい、弾圧というか、いや警察の弾圧それ以上にもう世間からの手段ですね、これが大変なことになるでしょうと。で、我々の記憶にあまり新しいところだと、新アップ法制をめぐって、学生たちシールズの諸君なんかが、まあ、かなり目立つ反対運動をやったわけだけれども、やっぱり彼らのその運動のスタイルなんかを観察してても、その絶対に暴力的な運動だというふうに世の中から言われて非難されないようにということに関してはもうものすごく神経質にやってましたね、気を使ってました、ね、本当に、うん、もうそれはもう見ていてかわいそうだなって思うぐらい神経質にならざるを得ないような今の社会的背景社会的文脈っていうのがある。でそのこととさらに一方で、例えばある種のね、まあ、ハラスメントと呼ばれるということから、まあ、パワハラとかセクハラとか代表的ですけれども、なんとかハラスメントっていうのがもう多発してどんどん種類が増えてるでしょ、まあそうですね、うん、ヌーハラとか言ってさ、これはなんかあれだヌードハラスメントのかと、裸で歩き回ると不愉快だってそういう話なのかと思ったら全然違くて、ヌードルズルズルズルってそばとかをすすり上げる音が不快感を与えるからけしからんみたいなね。だからもうそれはだからもうそばをすする音が暴力的だっていうようなある種の感覚なんですよ。でだからねもうそこまで来るとちょっと神経質すぎてちょっとおかしいんじゃないかっていうふうに私なんかは思っちゃうんですけれども、なんていうかな、その暴力にさらす
される、いやでもそんなもん暴力だと言えるんですかというレベルのもの、審判ですね。まあ確かに耳に入ってくるものは確かに耳を審判していると言えるかもしれない。己に対するあらゆる些細な審判をもこう暴力だと故に糾弾できるっていうような精神っていうのがものすごく蔓延してるっていう感覚がありますよね。だから当然そこではそのいや暴力って一言に言ったっていろいろあるでしょっていうようなまあ施策っていうのは生まれようがないし、それにやっぱり大学なんかでも授業をしてて、例えばこういうことを言うわけですね。あらゆる政治秩序のね起源にはね暴力があるでしょと、うん、例えばまあフランスのね近代的な国家っていうのはだからフランス革命があってと、アメリカだったら独立戦争があってと、日本だったら明治維新があって、それからまあ第二次大戦っていうもんこれまたすげえ暴力があった後に占領されてんで今の体制になってみたいなね。いやだからつまりあらゆる政治体制の起源にはもうこれは古代に遡ったって暴力ですよと、当たり前の話じゃないですか。その当たり前の話をすると学生たちがびっくりしてるわけですよ、うんうんうん、え君たちそのことを一度も考えてみたことなかったのっていうね。この秩序っていうのは基本的には暴力でできてますよっていうことを全然思わないらしいなと。まあだからこそ異常なまでに暴力に対して過敏になり神経症的になり、あらゆるこれは暴力かもしれないっていうものに対してすごい危機感を示すみたいな精神状況が現れている。だから例えばその日本のドラマであり映画であり70年代とかね、全然暴力的なものいくらでもあったわけじゃないですか。でその暴力っていうのも、まあ、いろんな種類の暴力っていうのが描かれて、見る人が感情移入できるような暴力もあれば、非常に憎らしいものとして悪として描かれるものもありっていう形で、そのせいぜい50年ぐらい前は十分そういったなんていうかな判断力がその日本にもあったはずなんだけど、ここはやっぱり10年20年ぐらいで急速になんかもうちょっとバカになったんじゃない、白痴になったんじゃないかっていうような状況が見て取れるなって私は思いますね、うん、ドラマとかのね、うん、映画とか の暴力描写に対しても妙なに神経質になってて、うんうん、なってますね。まあ、今まではまあ割とセックス描写についてレーティングがあったけど、まあ、最近暴力シーンもレーティングがあって、でこれがまあ13歳以上とか15歳以上みたいな形でね、まあ一応その自粛っていうか配慮するようなことが常識化してるけれども、まあそういうふうにまあある種の暴力に対して自分が被害者になるっていうことに対しては非常に神経質になってるし、常にその自分が被害者の立場に立てばまあその幼児のキャーキャー騒ぐ公園で遊ぶ声もね、これ加害っていうか自分は被害者だっていう立場に置かれちゃったりもするしね、それこそそばずるっていうこともそうなるかもしれないけどね。ただまあ一方でやっぱり常に不当なことをされた人間が何らかのまあ言うならば防衛措置を取ると、まあ、その時に多少 の暴力的手段もあるかもしれないっていうようなことに対してですね、ある程度学習をするっていう機会がすらも奪われてしまっている傾向があって、うんうん、でそれがないと逆に自分が加害者になるっていう意識がむちゃくちゃ希薄になってしまって、うんうんうん、で一方的にそのポリティカルコレクトネスの追求で、はいはいはい、常に自分を被害者に置こうとする発想しか浮かばないという、その加害意識の欠落っていうものも生み出してしまうということですね。そう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 、それ最近僕が一つ面白いというかな、ふーんと思ったことがあったんですけど、まあ、都知事選あったじゃないですか。ほんで、都知事選の後にですね、ツイッターを見てたらある女子大生がですねこういう書き込みをし結構長文の書き込みをしていて、それどういうことかっていうと、要するに石丸さんに入れたと、でそしたら、まあ、っていうまあ入れたってことを、まあ、ポストしたんでしょうね。そしたら要するにアンチ石丸の人たちがこうすげえまあコメントつけてきたりネガティブリツイートしたりして、うん、で要するに石丸に言えるのはバカだアホだ騙されてるうんかんうんと、でめちゃめちゃ書かれたと。
で、まあ、その女の子が、まあ、ちょっと頭にきちゃって、それで自分は自分なりによく考えたし調べたし、それで石丸さんにがいいと思って決断して入れたんだと。でそのことをそう言ったらこんな風にね、ひどい言葉で罵られる、暴力的な言葉で罵られるというのは、まあ、全く不条理であると。でこんなことがこう続くようだったら、こんなことになっちゃうようだったら、そりゃみんな政治について話せないし、投票にも、いけないっていうことになっちゃいますよっていう、まあ、そんなことを返してた。で、まあ、それはまあ一理あるなとは思いつつもですね、うんうん、いやちょっと違うなとも思ったわけですよ。でどういうことかって言ったら、その政治の根源って暴力だから、うん、その要するに選挙とか、その代議制民主主義とか、ああいうものって何かっつったら、昔はその殺し合いのね、闘争をやってたわけじゃないですか。それでその負けた方は、そして負けた側についちゃった方はもう一族郎党打ち首みたいな世界だったわけですよね。でちょっとそういうのは きついんでやめましょうっていう話になって、その選挙で選ぼうみたいなことになったわけですよね。で、だからでもそもそもそれは言ってみれば薄められた殺し合いなわけですよ。で、そして彼女はおそらくその女の子は自分が投票する行為というのがとても平和的な行為だろうと思っているのだろうが、政治である以上暴力的なんですよ。それは当然で、要するに石丸候補を選んだということは他の候補を退けたってことでしょ。否定し拒否したってことでしょ。実はもうそれはミニマムだけど暴力なんですよね。誰かを選び誰かをそらし退けるということなんだから、だからどうもなんていうかな、やっぱり暴力っていうものにいくらそれはもう望むと望まざると必然的に何らかの意味でその絡み取られてるんですよと、生きてる以上っていうことに、まあ、やっぱり思い至らないっていう状況があるんだなってことを改めて思わされましたよね。なるほどね。まあ、今日のこの暴力論の中で、まあとにかく世界は暴力に満ちてるって話は随所でこれ出てくると思うんですけど、そのね、近年の暴力に対してみんながこうすごい過敏になりすぎてて思考停止してしまってる。これでも考えてみたら、僕ちょっと前に加藤登紀子さんの娘さんの八重さんと一緒だったんですけど、まあそこご夫婦、お父さんお母さん獄中結婚じゃないですか。でお家に写真が飾ってあるらしいんですけど、2人が出会った頃とか、そうすると、まあ、機動隊に突っ込む写真とかがあって、なんかそれ以外の写真は防衛省に未だに写真が保管されているらしくて、ってことは、まあ、つい数十年前まで日本だって革命を目指した人たちが暴力を振るっていたわけで、多分いつの間にかにね、こんなにこう暴力に対してみんなが嫌悪感を覚え、もうその本当にこう世界はクリーンなものじゃなきゃいけないみたいなものになってしまった。森先生はそこでどんなふうに考えていらっしゃいますか、この今の日本。日本ですか、はい、だってそのもうヨーロッパでデモするのと日本でデモするの全く違うじゃないですか。まあこの、ね、番組でも内際問題を取り上げましたけど、鴻上さんに来ていただいてね、うん、やりましたけど、そうだから、まあ、あの映画に関して言うと自分はワック派なので、あ、なるほど、はい、またちょっと違うかなって感じますが、まあ、あの映画はあの映画ですね、リスペクトしてますけど、はいはい、そうですね。だから実はだからなんか結構乖離しちゃってるのかな、その言説とかメディアとかがすごい、PC みたいなものをすごい気にする気にすべきとこは気にすべきなんですけど、ただそれっていうのが結構容赦ない感じになっちゃってて、ただその一方で別に東洋国キッズとか見てみたら、まあ、みんなガンガン暴力とか振るってて、で、まあ、自分はに東京の西側なんですけど、多分未だになんか荒々しい人と友達たちが暴力を振るっていてよろしくないんですけど、はい、だからそういうのとかも含めてなんか現場の感覚となんかその言説とかなんかちょっとアッパーな人たちの言葉っていうのがすごい離れちゃったのかなっていうのが、まあ、自分がなんか、うん、まあ、しかも今長崎にいるんで東京のこともよくわかんないですけど、なんか外側から見てるとなんかそういうふうには見えます。だからもちろ ん, なんか PC みたいなのってすごいなんかバカみたいなこと重要なところもあるんですよ、もちろんね。なんだけどなんかなんだろうなみたいなのすごいあって、ね、まあ、東京の西側の人間の口悪いんで、全部どこなんですか、東京の西、多摩とか八王子。あ、そうです、僕ら出身が八王子なんで、近いところかなと。
僕はブンブンしてるからでも僕らの時代はでも八王子って基本的に人口の4分の3はヤンキーですから、そういう感じで。そんなに柄悪いんですか。まあ、僕の世代は悪かったですね。校内暴力吹き荒れてた頃ですから、金八先生の時代なんで、自分多分最後ぐらいの世代です。ああ、だから卒業式に私服警官いましたからね。そのヤンキーの人たちはその卒業すると何になるってことですか。まあ皆さん バイクの修理工修理とか、まあ、だからその電気屋さんとかなんかそういう感じでしたね。もう高校に行かずっていう人たちは多かった。ジョーさんそういう人たちと友達として。まあ友達は何人かいましたよ。なんかあの時ってそんなに帰りがなかったっていうか、まあ、今みたいな断絶はなかったんじゃないですかね。もともと住んでる地域が近かったんで、昔はお前悪くなかったろみたいなことを説教して殴られたりとか、お前に何が分かんだボーンって食らったりとかっていうのはありましたけども、さあその改めてじゃあ暴力ってものをね考えていこうと思うんですけど、まあ、暴力ってなんだっていう話で、この本の中に、定義がございまして、13番っていう資料の方は出ますでしょうはい、今日のテキスト死なないための暴力論の方から抜粋させていただいたんですけども、まあ、これちょっと全文読むというよりも森先生に要約してお話をしていただける。覚えてないんですね、書いても、はい。まあ、だから要するに、何かしらある種の力っていうのを、まあ、どっからであれ、まあ、行使することですね。で その上で、なんて書いてました。でまあ、基本的にそのヒアルキーの上位から、何か命令だったりとかっていうのはそれ、まあ、全て暴力だというふうに、まあ、一応ここでは定義していて、で、なんて書いてますか。全然覚えてないですね、書いても書いたこと忘れてあと今、ね、今も実は関心が全然違うところにあってるんです最近調べてることがもう全然こうじゃない、ね、違うところ、はい。まあ、多分その、まあ、上からの暴力と多分下からの暴力っていうのが、はいはい、あって、でも基本的には暴力って上から降りてくるもので、まあその下からの暴力っていうものはその上からの暴力に対してのまあ抵抗、まあ、抵抗だったり、まあやられっぱなしだったりとかっていう仕方で、まあ暴力が権限するっていうことですよね。で、まあ、それのまあ補助的な語りとして、まあヒエラルキーっていうのを導入して、まあヒエラルキーのまあ上なのか下なのか、それを考えてみると、そのどっからの暴力なのかっていうのは、まあ、ある程度は整理できるでしょうと。はい、これまあそれを図にしていただいてるんですけど、15、16っていうのをちょっと順番に見せていただければと思いますけども、まあこうやって国家にはヒエラルキー、まあ集団にはヒエラルキーってもらって、一番トップが国家で、まあ、民衆というものがあって、国家からも暴力が降りてくる。これが基本的に太い線で書いてあるんで、はい、常であると。 そうです。それに対して抵抗として民衆が暴力を、まあ、これ補足はあるんで、たまに返す時もあれば返せない時もあるということですね。まあ、この辺後でですね、また哲学者がいろんな形で暴力の分析をしているので、そこのお話も聞ければなと思っているんですけども、まあ、そんな暴力に関してなんですが、14番という資料出ましたでしょうか。この本に関してはですね、はい、一番下の方に書いてあるんですけども、まあ、要するにヒエラルキー上位が振るう暴力とそれに対抗する暴力っていうのを分けてあって、でそのそれに対抗する暴力は反暴力であるということで、この反暴力というものに関して基本的にはこの本は肯定するという立場でございますね。そうですね。はい、でその反暴力とは何かということもその上に書いてあるんですけど、ちょっとそこも含めて森先生にご解説とその思いを聞かせていただければなと。そうですね、はい、まあ、反暴力を実はそんなに概念化してる人っていないんですよね、うん、ただなんかいろんな本とか先達たちの本とか読むと、そういうことはちょろっと書いてはいるんですけど、でまあ、自分の定義自体も、暫定的なものでしかないとはもちろん思ってるんですけど、はい、まあ、いろんな事例とかも拾いながら、まあ、思想史的な流れとかも拾いながらで、自分なりにまあ書いてた定義で、まあ、一応、いわゆるまあ下からの暴力ですね。で、暴力自体はやっぱ嫌なので、その暴力を打ち消すために、うん、暴力あるいは暴の字をカッパにくくってもいいんですけども、力を、我々が行使すると、
いう時に出てくるもの、それがまあ反暴力であると。でそういう時には出方としては暴力を打ち消すために武装する事例もあるし、あるいは相互扶助っていう仕方で武装をせずにそうじゃない仕方で力を発揮するっていう場合もあると。で、まあ、我々の尊厳とか生存とかそういうのをかけて力を行使するっていうのが反暴力であるっていう定義を自分はしました。はい、そういうことなんですね。これだから非暴力ってなると暴力が一切使わないっていうことになっちゃいますけど、はい、反暴力っていうのは上からの暴力に対して何らかの抵抗、はい、でそれは自身の立場や尊厳、生存、そして自由を保持するためにやむなく使う手段であり、目的というのは暴力を打ち消すことだという、はいはい、ここに関してはもうやむを得ない暴力としてこの本では肯定をしていくということなんですね。つまり誰が暴力を振るかということで暴力を肯定するか否定するかが変わってくるということですね。白井さん、この辺いかがですか。概念としてはすごいよくわかります。ただしこれは常に難しいものですね。というのは例えば戦争を終わらせるための戦争だ、っていうのもある意味これは反戦争としての戦争なんですよね。で実際そういうレトリックというのは歴史上たくさん使われてきましたよね。でそれでまあそれで戦争になる。でまあ勝った側は、まあ、これは戦争を金輪際終わらせるための戦争だって言って、まあ、反戦争の戦争をやるんだといった側は勝ったとする。でその後やっぱりその国なり組織なりっていうのは前の支配者と同じことをしがちなんですよね。なるほど。だからどこまでが抵抗的暴力なのか、どっからがでも抵抗、最初は抵抗的暴力として始まったものがいつの間にか上からの暴力に変わってしまうっていうことはものすごくよくあることなんですよね。なるほどね。まあその最初に上から理不尽な一発を受けて自分を守るための一発はいいけども、殴り返し合ってるうちにもはや何だかよく分かんなくなってしまう、どっちかがやめない限り暴力が止まらない連鎖になってしまう、これはむしろどう考えたらいいですか。そうですね、だから戦争をやめるための戦争とか、あるいは内戦だったりとかっていうのは、まあ、アフリカの多くの各地で未だにあるし、まあ、それこそ、まあ、今更なんかフーコーかよとか思いますけど、フーコー自体もいわゆる普通の、まあ、フランスだったりとか日本ですらその内戦状態っていうのは事細かに見ればそれはあるに決まってるということで、その時のなんかあり方として、その先ほど白井さんがおっしゃったように、その要するに国家にこうする国家みたくなっちゃうと、それは変わったとて違う、同じだよねというふうになっちゃう。でだからそれに対して、だ国家にこうする別様なもの、国家ではないもの、まあ、それがここでも、17番の資料で多分作って まとめてくださった、何だったっけ、今の資料でも出てくるかな、反体制と反装甲、はいはい、最近フランス語がもうなまっちゃったんで、リスナーだと14番もコントコンディットって2つの概念があって、要するにまあ国家にこうして国家的に戦っちゃう、でそれはそれで、あとある一定でのやっぱ効果もないわけじゃないんですよ。それも全否定はできないし、でそれによって新たにじゃあ国家を作って、じゃあどうなったかっていうと、そうならなかった、あるいはそうなったっていう。でそうじゃなくて、ずっともう中二病ですかって言われたらそれまでですけど、ずっと抵抗し続ける人たちっていうのがやっぱりいて、でそこにこそまあ自分自身はアナキズムを見出してるんですね。その国家に永遠にならないっていう状態でずっと抵抗する。なるほど。反体制というものは結局はまあ国家に対抗するミニ国家だから、やがてさっきのあれで言うと国家になって、また人下にいる人たちを苦しめるけど、反装甲というのは国家の形を取らずに延々と平場で抵抗し続けてる。そうそうそう。17の図をちょっと出してください。はい、そうですね。はい。はい、これですね。そうですね。これですね。はい。反体制というのがこの、まあ、所詮国家の中から飛び出した同じ三角形で、そうじゃない反装甲というのは国家の形をしてない体制。オウム真理教っていう団体いたじゃないですか。はいはいはい。なんかあんまりこういうこと言う。大丈夫、全然大丈夫ですよ。はい。なんかあれ国家化してたじゃないですか。なんとか省とか。国家ですね。だからもう国家にこうする国家になってて。まあそうですね。でテロをやってしまったと。なんかすごいなんか分かりやすいなと、なんとか省っていうのがあって、これは本当にもう反体制的な。
だけど、まあ、アナキストたちはそこに乗らずにずっとそうじゃない仕方で、まあ、組織化した例と組織化してない例2つあるんですけど、まあ、今は組織化してない例でいうと組織化せずにずっと永遠に対抗し続ける、まあ、悪く言えばそのレーニー先生から言うと左翼小児病だみたいなこと言われるんですけど、まあ、でもそれでもなおずっと抵抗し続けるという分もあるのが、まあ、まず面白いんじゃないかなと思っていて、でその一方であの組織化した例っていうのもあって、それが、まあ、この本の、まあ、3章で書いてあるイーズイエル、サバティスタ民族解放戦線とロージャ・バカ君みたいなのがあって、はい、組織化してるんだけどもずっと形成途上であるっていうことをやってるっていう意味では、まあまあ言い方良くないんですけど面白い事例だと思っていて、面白い事例で、まあ、そこから我々も学べることもあるんじゃないかなと思って、まあ、今回のところで紹介をして書きました、はい、ちょうどまあ14番もう一回戻るんですけども、今森先生が出してくれたのが、まあ、国民的防御というのと民衆的防御、はい、それとさっきの反体制と反素行というのがあって、その反素行でありながら民衆的防御をやっている例として、まあ、メキシコの EZLN と、まあ、そしてクルド人による革命 の、このロジャバ革命というのを非常にこの特にロジャバ革命は詳しく書いてあって、はいはい、この例を読むと、まあ、僕らが知らない抵抗の仕方ってまだ世の中にあるんだなというのは非常に勉強はなりましたが、翔太さんどうですか、うん、いやまあ、あのこういう花をメキシコのケースクルド人のケースのようにはこともあるかもしれないし、まあ、かつて中南米とかでも民主政権がですね樹立されようっていう動きが あったりもしたけれども、まあ、大抵アメリカが介入して要するに麻薬カルテルとかと手組んだりしてものすごいその右翼的な、まあ、大体アメリカが諸外国をハンドリングする時って大体マフィアと手組むっていうか、で一個の暴力装置として国内で機能するようにして、その民主的な下からこう立ち上がってきたそういう革命勢力っていうのを潰すということをずっと繰り返してきたと思うし、これ日本も例外じゃないっていうことなんですよね。まあ、要するに日本でまあその国家の権力というものをの元々たどっていくと結局アメリカに行き着いちゃうっていうところもあって、まあ、それはまあ沖縄の米軍基地の地位協定に守られた米軍の戦後を見れば分かるということもあるし、まあ、そもそもからしてその日米安保体制っていうのを作ろうとした時もですね、まあ、戦犯とこう手組んでですね協力者に仕立ててですね、それで一応まあ60年代の反日米安保の闘争それ自体がまあ初めて戦後日本に立ち上がってきた下からの民主化運動だったかと思うんだけれども、まあ、基本それをまあ弾圧したことになるわけですよね。まあ、だからなんていうのかな、一見その民主化とか自由化とかっていうのは何か歓迎すべきことのように語られてしまうんだけれども、まあ、アメリカがやってきたことは民主化自由化っていう看板掲げながら案外かなり抑圧的な暴力装置であり続けたっていうのも事実ですよね。なるほどね。まあ、実際こう世界にユートピア的な暴力っていうのが存在し続けることが可能なのかというふうに考えると、まあ、アメリカの覇権がやっぱ大きい中でそういうものに絡め取られてしまう、まあ、可能性ももちろんあるわけですよね。ただこの2つに関しては成功というか、未だにこの、まあ、形成途上のあり方ですね、はい、っていう形で例としては残り続けている。そうで彼ら彼女らのすごいいいなと思うのは、我々も完全ではないんだってことを認めながらずっとやってて、その都度アドホックに、やり直すってことをずっとやり続けていて、それはなんかすごい自分はいいなと思っていて、なんかがっつり体制があって、でまあ微妙なラインで法の解釈でうんぬんやるっていうのもいいんですけど、もうやっぱ下からみんなで作り上げるってことがいかに重要なのかっていうのを、まあ、今まさにこんな日本にいながらむしろそれを学ぶ、ね、最先端でやってるのは実はメキシコとシリアにいたっていう、それはもう本当にもっとみんなに紹介したいと思って。そうなんですよね。このところは僕も読んでて本当に勉強になったというか、まあ、
変な話ですけど民主化という面では遅れている世界なわけじゃないですか。そこに僕らがむしろ理想としているような男女の平等であったりとかいろんな宗教の自由であったりとかヒエラルキーを作らないであるというようなまさにユートピア的な革命が起きていて、まあ、それはすごくびっくりしましたよね。もちろんそこには暴力もつきものではあるんですけどもその暴力もさっき言ったようなあくまでも反暴力の中に限られていて無節操に誰かを殴るとか殺すってことはない、うん、非常にこう秩序のある暴力のもとに革命が進んでいっているっていうのは、うん、ちょっと読んでみてびっくりして詳細はぜひ皆さんこの死なないための暴力論を読んでいただければと思うんですけどこういう事例白井さんどんなふうにそうですねサパティスタのことに関して今まで結構知られてすると僕は思ってるんだけど、まあ、それは何だろう職業柄という話で、まあ、一般的にはあんま知られてない一般的には知られてないでしょうね、まあうん、だけど、まあ、サパティスタに関しては今まで紹介する人も日本にいたので、それなりの知名度があったと思うんですけれども、うん、このロジャワ革命っていうものに関しては私も全く知見がなく初めてこういうものがあるんだというふうに、知ったのでだからこれは非常にありがたい情報でしたね。そうですよね。まあ、でもクルド人 自体が、ね、国家を持たないっていうことによって、まあ、ずっと、まあ、ある意味アナーキズムを維持しなきゃいけないっていう事情はあるにせよね、まあ、あとだからまあ、こうしたケースに当たるのかどうか、まあ、国によっては、まあ、地方自治でそれに近いものに成功しているところはありますよね、うんうん、都市単位とかで見れば、うんうんまあ、ある意味沖縄が、まあ、いわゆるその革新県政の間っていうのはちょっとまあ常 に中央政府東京のね政府に常に対抗し続けなければいけないっていうところがありますしね、まあ、杉並区とか、まあ、そういうリベラルが強い土地での世田谷区とかねそういう地方自治もですねある程度その国家より先にやるみたいな。ことで、まあ、条件付きで成功してるところはあるかもしれませんけど、うん、なるほど。なんかマクロに見ると最悪じゃないですか、うんうんうん、だけど結構ミクロに見るといろんなところでいろんな実践があって、うん、それがすごい面白いなと思って、うん、もちろん沖縄もそうだし杉並区もそうだし、まあ、もちろん長崎、まあ、ですらって貶めるですけど長崎ですら面白い人はいるし、かつてにもいたしなんかそういうのをなんかどうしても マクロな情報ですごい数の多い方がこうだからっていう風になっちゃってでそういうなんか言語のあり方っていうのがすごいさっきの暴力はいけませんとか平和は平和だから平和でなければならないみたいなよくわかんないトートロジーみたいなのをまあ作っちゃってる気がしていてだけどまあ我々の日常生活っていうのはもっと本当にミクロなものだし、うん、もちろんマクロなものにすごい影響を受けるけども、うんうんうん、その一方で、散歩が好きで普段歩いてていきなりその歩いてる街が笑いかけてくれるようなことってのがあるわけじゃないですか、うん、普段歩いてたら全然何もただの雑草ですねみたいな感じだったのが笑いかけるみたいなことがあったりとかだからむしろそういうのを大切にしてでむしろそれがネットワークができていって横につながっていくっていうことをやってったら案外なんか日本も捨てたもんじゃないんじゃないかなっていう気は自分はしててその要するにいろんな運動やってる人はやっぱいるのでなんかちょっとしたいろんな情報とかを見ると大きい、蓮舫氏がどうとか、うん石丸氏がどうとか小池がどうとかっていうの自分も長崎に行ってもそれは注目せざるを得なくなっちゃってるけどそれはそれで注目していいんだけどそれが全てじゃなくてそうじゃないも別のとこもあってだから両方ちゃんと見ていくっていうことそういうなんかバランス感覚じゃないけど、うん、それがなんかだんだん忘れ去られてしまってるの気がするのでもう一回ちょっとこっち側を掘ろうよってなるほど、ね、だからその八王子のヤンキーをもう一回掘ろう八王子のヤンキーは重要ですまあまあリアルですよね、はい、確かに概念とかでは世界は動いてないっていうか、はいまあ、当たり前のように、まあ、この間橋本治論やりましたけど、結局時代が主人公で時代って何でできてるかっていうと結局は個人の欲望で時代はできてるっていう、うん僕らが大きく思っている概念的なものもやっぱりその人々の生活の積み上げであるというふうに考えると、まあ、確かにマクロで見ると最悪ですけどミクロで見るといろんな面白い実験人たちっていうのはまだまだ街に溢れてる
そうだからなんかこの間すごいジェントリフィケーションについてすごい結構考えてるんですけど、うんうん、なんかまあ建築の中でジェントリフ安泰ジェントリフィケーションみたいな人たちもちろんいるし、でもその一方でまあ建築ってやってる限りにおいてはジェントリフィケーションに加担せざるを得なくなっちゃうような、うん、だけど仕事だからしょうがないんだよね、うん、へえみたいな、そのもちろん分かるんですけど、そうじゃなくて建築見るんじゃなくて解体屋を見るべきじゃないかと思ってて、うんうん、なんかなるほど、ね、むしろ解体屋がいなければジェントリフィケーションそのものも不可能だし、うんうんうん、なんなら解体屋はみんないい感じの面白いマイルドヤンキーですらない、うん、全然実は時の首相、まあ、もちろんもっと言えば反政治だから時の首相すら知らない、うんうんうん、もういい感じのアナキストしかいないんですよ、うんうん、そこをこそ見るべきじゃないかなと思ってて、ではそこを見ると圧倒的に多数なんですよ、実は数で見る言えば、まあ、選挙すら行かないかったりもするんですけど、だからそこをこそ見てそれを土台にして考えた方がなんか今あるなんかその PC 的なものとか結構さまつなんじゃないかなと思えるようになるんじゃないかなと思ってて、4年前にね家を買った時にあの土地を買ったんですけれども、あの古い家が建ってたんですよ、でそれを解体しなくて見てよって、うん、でそれで工務店に相談したらですね、解体屋さんはやんちゃですからねやんちゃですからねっていうのはもちろんこれはマイルドな言い方して、まあやっぱりね元気がいいわけですよ。で今要するに川口でクルド人問題って言われてるけれども、うん、解体業で入ってるっていうんですよね、うん、でちょっとぜひその辺も後半で、ね、ぜひ突っ込んでお聞きできればですけどね、はい、ぜひともその後半にとってまたお聞きたいなと思いますけど、ちょっとね暴力の話に戻ると、その例えば EZLN や、ロジャバ革命も、非常にこう秩序だった形での暴力というものがあるからこそ、まあ、革命が進んでいるということで、まあ、僕らはその日本にいるとずっと非暴力、暴力そのものがこう否定されているというのがあるんですけど、今回は本を読んでみて改めて分かったのは、まあ、世界の変革というものは、まあ、常にこう暴力が伴っているということで、12番の資料出ますでしょうか、まあ、この辺を話して休憩を挟んでですね、後半、無料パートでは聞けないディープな話に突入していこうかなというふうに思いますが、まあ、本の中ではこれ以外の例も上がってるんですけど、マンデラ、ガンジー、そして、はい、キング牧師の、はい、大丈夫ですか、これでトイレに行ったのがバレバレ、バレバレでございます、まあ、ビール飲んでるとね、はい、そんな感じで、ございますけども、しかも今マイクを外すところまで僕の後ろだったのでちょうど向かっていナイスタイミングでございます、森先生言ってらっしゃいます、はい、非暴力だけでは世界は変わらないというところで、まあ、一番こうやっぱ非暴力でいうと、ね、ガンジーが有名なんでしょうね、うん、インド独立の父で、まあ、もう非暴力といえばガンジーなんですが、うん、まあ、非暴力なんだけど、まあ、実際にはもう大群衆を率いてさ、自分はヤギ引っ張ってさ大行進とかしてるわけよ、ね、でそれを見てやっぱりあの大英帝国はさ唖然としてるわけでしょ、うんうんうん、まあ、暴力は使わないけれども、あの、まあ、暴力を振るえば、まあ、弾圧の口実を与えちゃうからっていうことで、まあ、高度な戦略だし、あの大英帝国に対しては相当な嫌味やってるっていうか、うん、あの脅威にはなってたはずなんですけどね。そうですよね。そう、だからそれはだってもう本当に大群衆でもって行進していくと、でそれに対して、まあ、要するにイギリス兵がバババッとね、まあ、発砲してバタ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 倒れていくっていうことになれば、結局もう向こうも途中で耐えられなくなるだろうっていうのが感じのなわけで、だからその実はだから人命至上主義じゃないんですよ、実は戦略としてやってるっていうことですよね。でプラスガンジーの場合はそこにも書いてありますけども、まあガンジー、まあ同じ時代に当たりますけどチャンドラボーズのような武装闘争をやっている人たちがいたんで、もう完全にそのもうインドが非暴力だけで独立できたかというと、さっき言った戦術的に暴力をちらつかせるというか、俺ら怒ったらやばいぜという見えない形での暴力を見せたり、サンドラ・ボーズが近くでは暴れてたりするからこそっていう、そうですよね。それにだからあのその後のインドはね、まあ、もちろんその最初は協力し合ったあのヒンズー教徒とイスラム教徒の対立というふうに展開していっちゃうわけだし、あのでガンジー主義っていうのはね、まあ もちろんマハトマ・ガンジーは尊敬されていますよ、誰からも。だけど
そのガンジー主義そのものがその後のインドの政治においてあの主流になったかというとそうも言えないので、うんうん、っていうことですね、うん、戻ってきましたので、はい、ちょっとせっかくなので戦略と戦術と、はい、まあ、それから今ガンジーの話はなんとなくしておいたんですが、マンデラとキング牧師の話、この本の中で批判的に言及されている、あれはアメリカ人でしたっけ書いたの、あの本ね、 3.5%、 あ、そうそうそう、あ、うん、あれ確か日本にも翻訳されてるわけだけど、まあ、要はどういう本かというと、世の中で歴史上起きた政治的変革、それは暴力手段によって行われたものと非暴力的手段によって行われたものがありますというふうに二分法で分けて、そして非暴力的手段で起きた変革の方が多かったんですよということを言っている本なんだけど、まあ、はっきり言ってとんでも本だよね、あれほぼほぼまずどうやってその非暴力的と暴力的の、ね、ラインをこうどこで引いてるかっていうと、それは最後の最後の局面で非暴力だったかもしれんけれども、それまでにある種のテロだとか、民衆蜂起だとか、一瞬だけ受け取ってるんですよね。そういうものがあって、それで初めてその、まあ、圧力が高まってって最終的なある種体制転換に至るっていうようなケースがほとんどなんだから、うん、そんな、いや、まあ本当ですよ、うん、だから明治維新を無血革命っていうのと同じですよありえない、江戸城開城は無血だったからね、戦線下へりくつだろうっていう、西南戦争もあったし、本当にそうなんですよ、うん、まあ、そこも含めてちょっと森先生の方から、まあ、マンデラ・キング牧師の話、はい、まあ、この辺はね名前的にはみんな知ってると思うんですけど、意外とその長いちょっとした長いスパンで見ると知らなかったりするかもしれません、はい、そうだ、そのガンジーやキング牧師もちろんむちゃくちゃ偉大ですよ、うん、本当に本当にすごい人だと思いますよ。だけど、なんか、なんとなく日本でなんか、まあ、それもいろんなレイヤーあると思うんですけど、論じられているのはなんか非暴力でふわっとでもすれば、まあ、勝てることもあるよねみたいな感じにな受け取られちゃってる、うん、非暴力だから偉かったみたいな受け取られちゃうし、でもちろんガンジーにせよ、まあ、キング牧師にせよ非暴力の度合いっていうのは全然違うわけじゃないですか。もう身一つでボッコボコにされようが、うん、もう行くわけじゃない。それはもうなんか日本のその辺のふわっとやるようなものと全然違います、うん、だし、まあ、これはピーター・ゲルダルスってこの本でも参照してるんですけども、ゲルダルスの、論じ方があって、内的な要因と外的な要因が普通にあったよねと、でもちろんその、当時のインドの独立っていうことに関しては、あの、まあ、先ほどもしかしたらおっしゃってたかもしれないですけど、まあ、イングランド、イギリス自体が、もう南アフリカとか中東とかの情勢がいろいろわたわたしてたから、もう軍隊を移動せざるを得ないと。で当時ですら、3億人もの人口を抱えていたインド、それをもうイギリス軍がもう統治することが不可能だと、まあ、だから引いていった、それは外的な要因ですね。で内的な要因はもう本当イケイケガンガンでいろんな人たちがいた、でそれはもちろんガンジーもいた、だけどガンジーだけではない。でチャンドラ・ボーズだったりとかバガット・シーン、特にバガット・シーンなんていうのは、ある種のコミュニスト、アナキストで、本当に暴力的な闘争をガンガンやってって、で彼はその、暴力的な闘争をやった後に、まあ、殺されるんですね。でその後にもう我々の火を殺すなんてどういうことやねんっていうことで、すごい多くの人たちが立ち上がってる、うんうんうん、それが多分すごい民衆蜂起としては本当にでかいレベルです。でそのもう少しアッパーなレベルで言えばチャンドラ・ボーズですら、まあ、かなりの武装闘争派で、まあ、なぜかファシストで日本となぜか仲いいっていうよくわかんない人なんですけど、そういう人ですら、暴力的なことをやりながら、抵抗していた。で普通に考えてその独立、しかも国民インドの国民会議に2回も議長を選出されているので、普通にもう政治的にも、民衆的にもそっちのが支持されていたし、まあ、その上で独立が果たされたっていうのが実情ですよね。だから、ガンジーだけではないし、うん、なんならもうガンジーはパーセンテージで言えば3分の1以下ぐらいでしかない、うんうん、偉大です、偉大だけど、うんうん、彼のおかげで別にインド独立が形成されたわけではない、うん、で、公民権運動に関してもキング牧師偉大ですよ、もちろん本当に偉大です、偉大だけども、キング牧師がその、ワシントン大行進をやった時には本当にたくさんの人が集まったけど、その多分おそらく一人一人に話聞いたらみんなキング牧師に賛同してるわけではない人とか、いろんなレイヤーがあったと思うんですね。実際一番力を持っているのはスニックなわけですよね。その当時の、黒人の学生の委員会があって、彼らはすごいもう暴力的な闘争をやっていた。でなぜ暴力的な闘争をやらざるを得なかったかっていうと KKK が襲うからですよ。 KKK が銃を持って殺しに来るんですよ。
それに対してどうやって防御するかっていうと、まあ、人間の盾もあるけどもそれに対して、もうこっちも銃を持ってますよって言わないと本当にもう全倒れしちゃう可能性があるわけですね。だそういう意味で、彼らから発砲するってことはほぼなかったんですけど、あっちはガンガンやってくると、そういうのをやらないと多分ワシントン大行進ですら守られなかったわけですね。でもっと言うと、最終的にはそのケネディ自体が、シビルライツ公民権っていうのを認めたと言われている、そのこれ今、開示されているアメリカの公文書であるんですけども、一番ビビってたのはマルコム X だったら、もちろんマルコムも、全然あの非暴力の運動なんですけど、彼はずっと暴力をちらつかせて、何かあったらうちら黒人全員お前らぶっ殺すよみたいなことをずっと言ってたんですね。それにすごいみんな反応していて、でそれに対してケネディたちがビビったんですよね。で、あ、もうこれ認めんとやばいばいということで認めたと。だからある意味だから暴力も、まあ、これもだから使い方ですよ。使い方で、どういうところで暴力を大切に使うか、あるいはもうなんていうかな、その暴力でもって、勝っていったのか、そういうところをまあ見ていかないと、しかも丁寧に見ていかないと、さっきおっしゃったように、そのやたらめったら、じゃあある種のアフリカの内戦のように暴力的な闘争だけで、お互いもう内陣だらけになっちゃうっていうのとは違う仕方で、もう少し、まあ、その意味で繊細にっておっしゃっていただいたんですけども、暴力を大切にうまく使うっていうことがまあすごい重要だと思ってて、まあ、それでちょっとあのキング牧師だけじゃないよ、ガンジーだけじゃないよってことをまあ書きました、はいはい。まあ、それで言うとね、まあ、あの今の日本というのはもう我々は暴力を振るう可能性というのをほぼ全部民衆たちが捨ててしまっている、完全に牙を抜かれた状況なわけですから、もう相手も権力もビビる必要がない、まあ、ちょっと前ですけどその選挙演説でヤジを飛ばしただけで退場させられるっていうことまで起きちゃってるわけですから、本当にこうどこまでね自己家畜化じゃないですけど、まあ、これを進めてしまうのか、そしてまあやっぱり我々もそういうね、あのまあ、難しいと思うんですよ。本当にどこまでの暴力を認めるかっていうのは難しいと思うんですけど、でも全くその可能性を放棄してしまっているこの国に良き社会というものがやってくる、まあ、権力というものが暴走を止められるような装置というものがあるのかっていうのは非常にやっぱり気になるところですので、まあ、これは、まあ現在日本でも分かる、日本というかな、現在世界で起きている暴力、そしてまあ安倍さん銃撃から2年も経ちますけど、そこも含めてちょっと後半でゆっくり検証をしてみたいなというふうに思っております。後半はですね、ぜひとも皆さんメンバーシップに登録していただけますと、この URL のままご覧いただけます。後半もぜひともですね、メンバーシップポチッとしていただきますと2つ選択が出てきますので、普通のスタンダードプランの方で構いません、そちらの方に登録していただきまして、後半もご覧いただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。告知だけちょっと急いでいきましょうか。まずは番組の今月と来月のラインナップが発表になっております。次回の配信は4月の31日です。内田達さんをお迎えしまして、今世界でまた問題になっております反ユダヤ主義をめぐって討論をしていきます。そして8月の12日はですね、今度ジャーナリストの相田さんをお迎えしまして、まあこれ今トランプさんの銃撃を経てですね、アメリカの大統領選というものがさらに混乱をしているわけですが、アメリカ大統領選について話を伺っていきます。8月の21日はですね、作家女優歌手であります中江由里さんが番組に初めて登場してくださいます。8月の28日には作家の小泉さんが登場して、まあ、戦争と文学というようなタイトルになると思いますが、エアレボリューションをさせていただきます。さあ、そして改めまして今日のゲスト森先生の今日のテキストと、そして最新刊のご案内しておきましょう。はい、今日のテキストの方が死なないための暴力論です。こちら集英社インターナショナル新書の方から発売になっておりますが、改めて著者の方から一言。これを読まないと不幸になります。呪いかけちゃって。チェーンメール。不幸になりたくない方、ぜひとも読んでいただければな。そういうプロモーショントークが初めてです。そしてもう一冊がですね、請求者の方から出ております。ただ生きるはなきずです。こちらの方も一言。もっと不幸になります。まあこれでもね、音楽とかもうそういうところも入っておりまして、ご自身も楽器やられるんですよね。もう私学者じゃないんで。あ、
ミュージシャン。ミュージシャン。そのうちアカデミーシャン辞めてミュージシャンになるって、さっき本番前に。もう来年は上京、ギター持って上京しようかな。こちらのただ生きらな傷の方もぜひとも手に取って読んでみてください。よろしくお願いします。そして8月3日4日のですね、ロンドンフェスの方ですね、エアレボリューションの時間帯、そして島田さんと白井さんが参加するセッションの方も発表になっております。ぜひとも現地の方で見ていただけますと、現地にしかない島田さん、なんか手料理のね企画が、まあ行ってみないと分かんない、何があるか分かんない、何があるか分かんないんですけど、島田さんの手料理が食べたい方はぜひとも現地の方にお越しください。島田さんのトークセッションは、島田さん、望月さん、津田大輔という燃える3人がどうして私たちが炎上するのか、自分の胸に手を当てて聞いてみてくれという感じが調べもないんですけど、こちらです。そして白井さんの方がですね、戦後の振り返りということになります。こちらの方もそうですね、戦後79年を考えるということで、白井さんと高瀬さんと辻田さんプラス1名で独セッションを行います。8月の3日4日のロンドンフェス、タイムテーブル続々と発表になっております。ぜひとも一度、こちらのフェスのホームページにチェックしていただけたら幸いです。さあ、それではですね、5分休憩をいたしまして、森先生と暴力論、さらにディープなお話を続けていきます。では5分休憩です。